で、あの、さっきの、その、いわゆる、あのー、うん、ビーチに、あの、ルポの話に戻るんですけど。はいよ。戻るんですか。はい。うん、あのー、まあ、この。取材をするうちにですね。はい。やっぱり、なんか、こう、ムズムズとくるわけです。<laughs> 何がですか。あのー。はい。 あちらはこう皆さん裸で楽しんでいらっしゃるわけですよね聞くとなんか何がいいんですかってみんなに聞くんですけど、うん、それはあんた試してみないゃったら分かんないわってみんな言うそりんですよ、ね。こっちはまあ来てるわけですよね、ばっちり。どうしようかと私、あの妻がおるんですけど、はい、常々、妻からその何をするにもやるならとことんやらなきゃだめなんじゃないかと。うん、なるほど あの読者の皆さんにも訴えかけられないと、それはそうです。ここで帰って記事を書くのと、とことんやってから書くので、やっぱり違うんじゃない。うん。そこでお連れ合いを、なんか引き合いに出す必要はあったのかという疑問もありますけれども。ああ、まあ、あの、ええ、な口実にしているだけなのでは。ああ、まあ、そこは、じゃ、置いといて。です本当は最初から自分で脱ぎたかったのではという気もしないでもない。そすけどそう、まあ、いいですね。結論としては。玉川さんも。はい。挑戦しました。した。はい。どうでした?。 最後の1枚を脱ぎ捨てるまでは、うん、結構時間かかりました決意をするまで時間がかかるんですか、はい、バンジージャンプじゃないんだから結構あっさりいけますねどっちなんですか、はい、あの何、ー <laughs> はい、ていうかとりあえず清々しさっていうことで言えば、うん、銭湯とかあの露天風呂の日じゃないですね 全くこう森の中なんですけど何かあの隠すものがあるわけでもなく、うん、そのもしかしたらこう向こうだからや野生の動物が来たりもするわけですよ鹿とかがそういう,こう野生の中に一人こうポツンと、うん、何もなくいるっていうのが、うん、たまらなくこう開放感、あと風がいいですよね。風がいい、はいは あのこう吹き抜ける風っていうんですかね、なんていうかこう、隅々まで行き渡る、な、うん何とも言えないこう <laughs>、うん、涼やかな感じが全身で感じる、はい、まあ普段でもそれはね、えー、半袖のシャツ、タンクトップなんかを着てれば、ある程度は感じられますけれども、はい、そうじゃないんだと。 それだけじゃない違うと違うとやってみなきゃ分からない分からないは<ー>で、まあで周りにやっぱりすっぽんぽんの同じような人たちがいるんですけど今まで着てる時と自分もなった時だと、うん、もう完全にこう壁をやっぱり越えた感があるっていうか何、うん、の,の壁を何ていうんですかねこう、うん、ユニホームを同じものを着たみたいなそういう ああなるほどねようやく一緒になりましたというはい、うん、でこの喜びをやっぱり伝えるためには私もこう裸になったっていう写真を撮らなきゃいけないんじゃないかと思ったんです <laughs> そうなんですね、えー、はいで最初あの一緒に連れてってもらった会長さんもちろん会長さんもスポンポんなんですけど会長さんにあのカメラを渡してちょっと撮ってくれないかとはあはあ、ええ お願いしたんです裸のままだとただ単に家で写真撮ったのとあんま変わらないんでいわゆる一眼レフのカメラあるじゃないですかあれニコンのストラップがついてる記者はすねあれをつけてるとちょっと記者っぽいかなと思ってニコンのストラップのついてるやつを首にかけノートを持ってペンを持ってるところを撮ってもらったであとはスポンポンみたいな。 でこれ見て、デジカメも渡してみたんですけど、はい、あこれはまずいだろうと。いや、それは、その、言われるまでもなくまずいですよね。あとちょっと目がいっちゃってる感じになってたんで、あそれはあなたの責任ですけどこれはちょっと無理だなと思って、全者。はいやだめだなってんで、次にあの会長さんと一緒に取らないかと。ああ、いいですね、ねフレンドシップ。そうそう、ほか、うん、にもちょっと2三に連れてきて、なるほど。後半にあの でですねそしたら会長さんがなんか誰に取ってもらおうかって言ってあの自分の連れ合いのおばあちゃんを連れてきたんですよ。でおばあちゃんにちょっとこれデジカメ撮ってくれと、はい、でおばあちゃんがねちょっとやっぱりまあね昔の人はなかなか難しいそう、うん、でおばあちゃん困ってちょっと取れないわちょっと待っててっつって連れてきたのがこの孫娘。 これがまた若い方なんですほどこの孫娘さんがおじいちゃんと肩を組んでいる私を一生懸命あっちの角度からこっちの角度から撮るというんかどうしたらいいかわかんないちょっとあれですよねレンズを見るのが気恥ずかしいっていう感じですかねその時にやっぱりああんか特派員生活もこれで終わりだなみたいなしみじみと。 感じながら何言ってんですかすみません、よくわかんないことばっかり、さっきからね、言ってますけどこの写真を撮りまして、無事取材は終わりました。終わった、ああそうか、取材終わったんだけど、もう一個やり残したことがあったんだと思い出したんですよ、帰ろうと思って、そしたら、最初だった裸バドミントンって、ありましたよね。最初にに目飛び込んできた光景これはやっぱ やってみようかなと思ってやるしかないと思ったら会長さんにちょっとやらせてもらえないかってお願いしたんですけどこれれはねねく拒否されましたなんでいわゆるやり慣れてない人がいるやると大変なななことになるとにるそうんですか転んだりしたらもうそこでアウトだぞとデリケートな部分が大変なことになるんでこれはよほど慣れた人でないとやらせてないんですと。 へいうことでそれはなんか意外な感じがしますね。ねあの裸バドミントンやるときは、皆さん、ちょっと練習してからやったほうがいい,い <laughs> それバドミントンだけの話なんですか、巻き割りとか本当に恐ろしいじゃないですか、ま、あもう巻き割りは多分上級者兵みたいな感じだと思うんですけどね。は まあまあ、やられずにねあのそこは悔いを残しながら帰ってまいりまして無事その記事も書きました、うん、であの日本にも帰ってきて、うん、で、あのー、2016年の8月、うん、いわゆるあのー 朝日新聞国際面にある名物コーナーであの世界初っていう長いこう記事をカラー写真付きに載せられるそういう面があるんですけど、うん、そこにこう出しまして、うん、デスクの目も通りまして、うん、いよいよ明日には紙面に組まれるとなったんですけど、はい、残念ながら紙面には載せられません、うん、えなんで これがですねその日にですね天皇陛下当時、今の上皇様ですけど天皇陛下の生前単位のメッセージが流されましてその日のデスクの皆さんが頭を突き合わせてこの生前単位のお話と。 この裸の話が同じ紙面に載ってることは許されるんだろうかといかにも取り合わせの悪い感じはありますね朝日新聞編集局内の30分ぐらいですかねうん、うん、ちょっと皆さん考えたそうなんです、うん、申し訳ないけど今日はやめておこうとうん、うん、いうことで載りませんでした、うん、残念ながら、うん、じゃあ別の日に載せればいいんじゃないかと思うんですけどいやそうですよ そうするとだんだんこう、いや、じゃあ明日じゃなくてもよくないかと、うんうん、じゃあ来週でいいかと、うん、言ったら、来週もちょっときついな、紙面がと、うんうん、言ってるうちに、なんかだんだんの日が伸びまして、うん、秋になり、<laughs> 冬になり、<laughs> もうちょっとヌードっていう感じでもないかな,みたいな寒いですもんね。ねはい、なり、結局、お蔵入りになってしまったののでですすっ、うん、っててなないいいんですかこの話朝日新聞紙面には載っていないのです。 朝日新聞紙面ににはっってて言いましたね、はい、別のとこに載ってるんですか私、それでやっぱりここまでやったんで、なんとかひねりを見せたいなと思いまして、うん、あの朝日新聞にあのウェブサイトウィズニュースというのがありますのね、はい、よく知ってますよ。そこの編集長に頭を下げて、奥山ですねの奥山さんに、はいはい、載せてくれないかと、二つ返事で。<laughs> 早いな話しましょうと。はい。あの、三日後ぐらいにはもう乗りました。それ早いな話が。<で>はい、あ。で、あの、今お話ししたようなことはですね、うん、写真も含めまして。なるほど。あの、皆さん、あの、ウェブで、あの、裸族の宴、水、うん、ニュースで検索していただけると。うん、ご覧いただけます。どうですか、こうやってね、取材をされて、玉川さんね、このドイツ、あるいはオーストリアのヌーディズムっていうところから、どんなことを、こう、感じられましたか。 何にも用意してないんじゃないでしょうね、うまさかね。いいことを聞きますね、最後ねちゃんとやっぱり取材をしているということは、ですね文化的側面をきちんと考え、はい、考察し、はいこうね、アウフヘーベンしてるんでしょう、ね、アウフヘーベンまで出してきましたね。出しましたよ。はい、まあ、や、一つ言えることはですね。はい やややるるならやっぱりとことこんやるい,い,やいやいや、そのね、<laughs> お連れ合いの話はもういいんですよ、そうじゃなくてほら、やっぱりヌーディズムっていうのは、ね、そうやってこう今、考えても見てください、はい、こうやってね、我々服を着て、取りすました顔でね、はい、こうやってね、道をすれ違ったりもしてるけれども、はい、その人が、あるいは隣人が何を考えているのか、どんなね出場をたどってきたのか、何にも知りゃしないじゃないですか。はい そこには全く共通点がない、だから今ね、社会にはマスっていうものが存在しないよなんてことが言われるわけです、はい、共通点っていうものを見出すのが非常に難しい社会だと、はい、だけれども、そうかと、服を脱げばみんな裸だっていう一点で連帯できるんだという発見がありました、はい、とか言ってくださいよ、打ち合わせ通りじゃないですか、いやいやしてないよ、まさにそれが、ね、今、私がアドリブで言ったんですよ、これ。いやいやいや、ちゃんと原稿に書いてあるりに言っていただいたんですけど、どね、まさにその、いわゆる連帯ですよね。うん、このなんか、まあ 引きに出すのは申し訳ないですけど今、紛争も起きたりですね、はい、あの分断とかいろいろ壁を作られたりしてますけども一皮、うん、向いたらみんなつ同じ人間ですよ。 まあ、それそうです。私が言うとすごく軽く聞こえるんですけど、すごく大事なことだと思います。<laughs> そうですね。はい。はい。あのー、ありがとうございました。綺麗にまとめていただきまして。まあ、あのー、まとまったならいいんですけれどもね。あの、玉川さんもこうやって軽妙にお話しされていますけれども、やっぱりそれはそれでね。まさに文化だし、はい、そういった精神の表れっていうことですからね。はい。できれば、こういう文化、長く続いてもらいたいですね。あ、本当にそう思います。今度、あの、行く機会があったら、取材抜きで、うん、あの、裸バドミントンを体験したいなと思います。わ、うん、かりました。 玉川さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました、えー、最後まで聞いていただきましてありがとうございましたよろしければですねチャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします朝日新聞の神田大樹でした